本日大変お忙しい中お越しいただきました。青山光正さんで す。青山で画廊と言いますか、あれはギャラリー、まあ、ギャラリーですね、ということですよね。はいはい、そうですそうです。でここにあります、実は古い写真を、これうちの実家の、そこですか、ナショナルショップのショップ、私がまだ小学生、入ってつい最近のことのように思いますが、そうですね、これもうちの父が立ち上げた店、いいですね、もうラジオなんかっていうのは昔のラジオが、そうです ね、並んでますね。山陽とかありますけども、この後にすぐに松下電器の店になったっていう、そうですか、いうことで、松下幸之助氏の流れを組んでらっしゃる、うん、そして、USA ですね、アメリカですね、アメリカです、ね、合衆国ですね、合衆国ですね、はい、そこでパナソニック、そうです、はい、あの最初は、ね、PHP で行ったんですよ、はい、あれ最初 PHP でアメリカ行ったんです、アメリカ行ったんですか、そうですそうです、私がね、あの PHP の英文 PHP の、はい、担当者だったんですよ、うん、それでね、やっぱりそのアメリカでね、うん、あの雑誌を普及するには現地に行って現地で編集して、うん、現地で印刷して現地で販売するというふうにしなきゃいけないと。いやすごいですね。でもそれはなぜかそうなったかというと、もともと日本であれ1972年かな、はい、スタートしたんですよ、はい、英文 PHP は、はいはい、でその時はね1ドル360円だった。あ、その後ね、プラザ合意とかあって、ね、1ドルが170円割るような時代になってね、うんうんうん、これだとね、とても日本でやってたら収支が合わないだろう、うん、なるほど、っていうんで、うん、アメリカで印刷したらどうか話になったんですよ。それで、まあ、アメリカにアメリカ PHP 研究所っていうのを作ってね、うんうん、でそこに、まあ、人も送り、うん、そして私も行きというようなことで、はい、アメリカ人の編集スタッフもね、はい、採用して、ええ、でニューヨークに事務所もと、いう形で行ったんですよ、私が。全部でね、7、8人スタッフ。そうですか。はい、その当時、まあ、170円にはなったけれども、うん、ニューヨークとかにこうどんどんこうなんか何回も何回も行くとか、そういう感覚っていうのはなかなか。いや、それでもね、私はその時には、はい、あの月に一遍、二月に一遍はね、うん、日本とあのニューヨークと往復してたんですよ。ああ、そうですか、うん、その当時のアメリカというとやっぱりアメリカのこう景気が非常に、当時はね、レーガンさんだったんです、大統領が、はい、レーガンさんはあの強いドル、うん、強いアメリカっていう、うんうん、あの共和党のね、うん、方針で、その経済政策がそういう方向だったもんですから、ね、1ドルがね、レーガンさんになってから250円台に戻ったんですよ。1ドル250円に、はい、170円から、そう、うん、それで金利もね、なぜかって金利がね、当時 の、 あのプライムレートがだいたい年 15% ぐらいだった、はい、だ銀行に預けてるだけで 15% 金利が入るんですよ、うんうん、下手な商売するよりは信じられないですよね、信じられないですよ、だからみんながねドル買うわけですよ、だから、ね、だからドルが高くなる、高くなりますね、そういう基本方針でね、うん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 、で当時は1900、私が言ったら81年の時は日本がね、うん、バブルに入った頃ですよ、はい、もう強い、いわゆる経済、うん、高度経済の後の強い、うんうん、あの日本ですね、うん、なった頃ですよ。だからアメリカもちろん不景気だったんですよ、ドルは強くても不景気なんですよ、うん、なるほど、その時代ですね、はい、そう、それでね、あのニューヨークに事務所を借りてね、うん、さあこれからやろうっていう時に東京の方、あ、京都の方でね、うんうん、方針が変わってね、そうですか、うん、中止だ中止だって言われてね、それでだから採用した人もみんな解雇して、うんうん、じゃあまあ私もいい機会だから、潮時だからって、これを機会にじゃあ PHP 辞めますってことで辞めさせてもらったんですよ。そうですか。で辞めさせてどうするんだっていうから、うん、じゃあせっかくアメリカに来たから、うん、アメリカで働きますっつんで、うん、アメリカのパナソニック、うん、アメリカ松下電器にね入社したんです、うん、はい、そうですか、そうです、